はい、こんにちは。疲労回復協会の岡村です。本日は、ガングリオンについて、熊谷会長にお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ガングリオンというのは知らない方も多いかと思うんですけど、まあ、主に手首の、まあ、甲ですね。ここに、まあ、ゼリー状の物質がこう、できてボコってしたような状態になっちゃうと。でほとんどの場合は結構無症状なんですけど、まあ近くの神経とかを圧迫してた場合は、まあ、痛みや痺れも出たりとか、まあ、ひどい場合は感覚麻痺になる場合もあるということで、まあ、去年、はじめ社長がなってたみたいなんですけど、まあ基本的には注射器で、まあ、吸い出すのが一般的な治療だとは思います。ということで、ガングリオンなんですけど、なんでこういった症状が起きるのかっていうところをちょっと教えていただけますか。まあ、症状ってそもそもなんですけど、症状って必要だから起こってるんですね。で、まあ、痛みも休みなさいよっていうサインだったりとか、これ以上負担かけないでねっていうふうな体からのサインっていうふうな位置づけもあって、でこういうふうな嚢胞とかゼリー状の物質がたまるというふうな状況っていうのは、膝とかのね、水がたまるとかっていうふうに言いますけども、クッションの役割を果たすために集まってくるって言われたりするんですね。なので手首に負担かかってくると、手首のその、まあ、嚢胞っていうか主流っていうふうな感じで表現されてますけども、まあ、ここに、ゼリー状のものが溜まっていって、でそこのクッションの役割を果たしているんじゃないかというふうに、まあ、考えられるわけですね。なので負担かかってるから、そこを守るためにガングリオンというのは存在してくるという状態で考えるのが自然かなというふうに思いますね。ちなみにそのやっぱガングリオンになりやすい人の、まあ、特徴というか、今まで施術を結構ガングリオンの方とかも熊谷されてきたと思うんですけど、どういった人がそのガングリオンになりやすい感じですか。いや普通にもう手首使ってる人の方が多いですね。手を使うこと、子供がちっちゃいお母さんとか、まあ、手根管症候群とかもそうなんですけど、ガングリオンとして現れる人もいるし、まあ、デスクワークしてる人も結構いるかなって感じしますね。でもまあ左側がなんか多い気がしますけどね、右よりも。なんでだろう、わかんないですけど、だから右利きの人が多いから、右の方がなりやすい気がするけど、今ちょっと思い浮かべると、左の方が多い気がしますね。右もあるんでしょうけど。やっぱりなんか女性の方が多かったりします、ね。女性の方が多いからね。それ専門じゃないから、パラパラ来られる方とか、あとはもうそれが主じゃなくて、腰痛とか来て、実は手首もなんかこういうのボコって出てるんですよね、とかっていう風な感じで言われる方多いんですけど、ちなみにそのガングリオンになった方はどうするのが一番いいんですかね。手首の負担を減らす。減らす。まあ、手首に負担かかってるから、そういうふうに守るために体がそこにゼリー状のもの、クッション材を集めているっていうふうな考え方をしていくので、手首の負荷が減れば、まあ、勝手に治ってくるということですよね。また、水分とかなんで、ゼリー状のものって。だから吸収されるのも早いんですよね。だから施術してその場でこうシューってなんかあれとさっきより小さくないっていう状態まで、なくなったっていうところもさすがにその施術中になくなるってことないんですけど、膝はねめっちゃボワッと腫れてたのが一気にシューってなくなってくるんですよ。あ、30分くらいであれ腫れなくなったねっていうふうなところもあったりするくらい吸収率ってめっちゃいいんですよ。だからただやっぱり粘性があるんだと思うんですね。ゼリー状っていうような感じで。粘性があるんで、本当にこう水分というふうなものよりは、吸収としてはちょっと時間かかるのかなって感じしますけども、でもサイズがこうちっちゃくなって、あれなんかちっちゃくなってないっていうふうな感じで、あれ本当だって、こうやって動かしてもなんか邪魔にならないとかっていうふうなところまでは、まあ、施術中になるケースは多いですね。やっぱり体が生体を受けることで、まあ、循環力が上がって、まあ、そういったこう出てきちゃってる水分が戻っていくというか、流れていく、まあ、循環力が上がるのもそうだけど、まあ、手首に負担かかんなくなるっていうのが一番だと思うんですよ。生体をすることで、その手首の負担がかかってるので、まあ、ガングリオンができてるんで、まあ、そこの負担が取れてくると自然に治ってくるっていうところですね。そうですね。
だ結構治しかないこう、うん、パコッてこう押し込んだりとか、うん、だからそれはまあ押し込むので、うん、ゼリー物質がこう動くからポコッてこうへこんでたのがなくなるとかはあるんですよね。ただこれ押し込んでるだけなのでまた戻ってくるケースが多いと思うんですね、うんうん、確かにねこれ押し込むとへこむんですよ。実験的にやったことあるんですけど、ゴンと押し込むとあれなくなったみたいな感じになるけど、でもまたやっぱり出てきちゃうんですよね。だからまあもともとそのここがなんでガングリオン出てくるのっていうところを調整してあげられないとまた再発というか同じような結果になりがちなので、ただもう大元を直していくというところで調整していった方がいいんじゃないかなと思いますね。やっぱ注射器で吸い出してもまたできちゃうっていう方もいますもん、ね、そう、多いと思うんですよ、ね、それは手首の負担が取れてないのかなっていうところです。そうそうそう。ということで、もしガングリオンになられた方とか周りにいる方がガングリオンになってるっていう方には教えていただけたらと思います。はい、まあ、ということでこのような施術に関することをもっと勉強したいという方はリンクを貼ってますので疲労回復協会までご連絡をいただけたらと思いますし、まあ、整体を受けてみたいという方は ABC 整体スタジオまでご連絡をいただけたらと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。